どうもブログ編集長のベガです。毎日コメントありがとうございます。それではですね、はい、トレードのですね、相場分析の方を行っていきたいというふうに思います。現在の時刻はですね、2021年の4月26日ってことで、はい、現在の時刻はですね、午前9時32分ってことで、こちらがですね、はい、今ね、30分前に、日経、東証の方が始まりまして、まあ、日経225でですね、28,935 円ってことで、39銭ってことで、まあ、84銭、はい、80銭、下落して、まあ、スタートしたような状況になっていますね。まあ、で、まあ、こちらがですね、5分足なんですけど、そうですね、まあ、26日ってことで、まあ、下がってスタートしたっていう、はい、9時から、まあ、このあたりで、まあ、29,000、まあ、下がったってことは、まあ、あまり大した、はい、値動きではないですね、日経の方は。はい、まあ、そういうことで、はい、で、ちょっと気になるね、クリプト市場、まあ、BTC の方なんですけど、そうですね、まあ、まあ、前回の、はい、22日からですね、はい、まあ、こちらがですね、やはり、予想通り暴落しまして、はい、でですね、まあ、大きく下げてですね、まあ、前回ですね、このあたりですけど、まあ、540万ぐらいに下がったような状況で、まあ、予想通りですね、はい、下がって、まあ、ここでレンジ状態っていう状態が続いてまして、ちょっとね、これ今、ご覧いただいてるの4時間足なんですけど、ちょっとね、今、日経の方が、東証の方が始まったところなんですけど、ちょっとね、午前9時ぐらいから、はい、BTC の価格がちょっと大きく上がってきたんですよ。はい。これで、526万ぐらいから、はい、540万ぐらい上がってきましたね、急に。ものすごい上がってきていましてですね。これはちょっとね、5分足、例えば見たときも、例えば15分足で見たときも、今までのちょっと、状況がかなり変わってきてるような感じで、うん、な、BTC の価格が一気にね、例えば4時間足で見たらもう下がってきたのがいきなりこう急転したようなリバウンドのね、状況にあるので、うん、今はい、まあこれからね、ちょっとはい、BTC のか、BTC っていうのはね、はい、クリプト市場のまあ基軸通貨なんで、はい、まあここからね、一気にこう今までこうずっと700万ぐらいから下がってきましたよね。4月14日ぐらいからですね、こうガクーって下がって暴落したのがですね、ここでちょっと一気にこう反転しているような状況ですね。今5分足見たら、まあちょうど月曜日の朝午前9時からっていうような状況ですけど、この一気にこう、はい、反転したのは一気にリバウンドが来たんじゃないかなっていうふうに思ってますね。まあ例えばこのまあ、私はね、あんまり、短期売買っていうのを、絶対、進めないんですけど、もしね、まあ、側近とか、短期で、こう、ものすごい稼ぎたいっていう人があれば、もちろんリスクは承知で、まあ、ここで反転してきたので、ここでロングを打って、まあ、例えば、その、1週間後、2週間後を狙っていくとか、まあ、そういうような投資で、うん、側近を稼ぐっていうことをね、やっていただければと思う。同じような感じがね、これイーサリアムの4時間足なんですけど、同じような感じでこれ見えるわけですよ。ちょっとイーサリアムも大きく、例えばこれ、4月22日ぐらいからガクって下がりましたよね。うん。下がってね、ここ下がって、で、下落トレンドからこう下がってきた、見えますかね、これ。下がってきたのを見たときに、これね、ちょっと25日の17時ぐらいから上がり始めてるんですよ。うん。そしたら、要するに上がって下がって、これ、この陽線ですよね。例えば5分足で見たときに、明らかに上がってますよね。今までの、うん、下がったその、のが、はい。で、まあちょっとトレンド的に変わってきて、はい、っていうのし、このイーサリアムちょっと見たときに、あとリップルも説明するんですけど、これもう、4時間足で見たときに、三角持ち合い形成してないですかね。うん。な、そういう感じで、見ていただければ、
まあ単純にこれで、要するにもう大きく上がる予兆がするんじゃないかっていう、もちろんね、この上がる、短期の値動きで絶対とか言えないんですけど、まあここで、要するに、こういうような感じで矢印打って、ね、ここでバーンって跳ねるんじゃないかっていう。いずれにせよ、ちょっとはい。で、同じように言えば、リップルもそうですよね、これ。リップルの日足見てるんですけど、やっぱりこれは、もう三角持ち合いを形成していて、この辺で、例えばその今はもう、一時間足で見た時も、これ、陽線がちょっと目立ち始めた。そしたら、要するにここで、まあ、ロングを打って、ロングを打って、要するに、もう、はい。で、これでロングを打って、それで大きくロケットを狙うっていう、こういう感じで、まあ、ロングを打って、で、大きくそのロケットを狙うみたいな感じ。これはね、結構あれですね。はい、ロケット。まあ、ロケットを打つ、はい。みたいな感じに持っていけるんじゃないですかね。もう本当にあれ、結構、これは結構クリプト市場全般、今 BTC の価格を確認してるんですけど、一気に上がってくる可能性が高いですね。この陽線の動き見たら。そしたら4時間足でもうちょっと見、まあ、陽線が目立ち始めて、ちょっとね、この RSI がものすごい上がってきて、要するに、ま、この、要するに、ご覧いただけますか。もう、ちょっと、傾向が変わってきたっていうのはあるので、はい。まあ、そういうことで、はい。まあ、クリプト市場全般的にこう、まあ、エンジンコインなんかも、こう、下がって、ここで上がり始めて、ね、まあ、長期的にここで、この辺で、まあ、この辺からこう、バーンって上がるんじゃないかっていうふうに、はい。下げ止まって同じようにその陽線が目立ち始めてバーンって上がるんじゃないかっていうふうに思えるわけですよ。まあちょっとわかんないですよ。弓が外れる可能性があるんですけど、まあそういう感じで、まあ短期もし狙うんであれば、やはりちょっとリバウンド、暴落してたそのリバウンドがすぐに今日から今日から反転して一気にリバウンドっていうのはものすごい急騰する可能性が高いので、まあ、そういうふうにして思っていただければと思います。はい。まあ、上がる可能性は非常に高いですね。はい。まあまあ、まあ非常に高いっていうか、まあ、私の読みですけど、この辺が、要するに、はい、相場の転換期かなっていうふうに思ってます。まあ、そういうことで、はい。まあ、全般的にこう、短期で、はい、上がって、もちろんね、BTC っていうのは、例えば、突き足で見たら、もう、ものすごい上がってるわけで、突き足で見たら、ものすごい上がってるわけで、去年の10月から、まあ、エンジンもそうですよね、NFT。はい。上がってるわけですよね。まあ、例えば、これ見ても、ものすごい上がってるわけじゃないですか。まあ、そういうことで、まあ、今日ね、ちょっと、特集で、はい。ご覧いただきたいんですけど、はい。まあ、ちょっと BTC の価格をご覧いただいているような状況で、まあ、これ上がってますよね。で、まあ、ちょっとね、現実を超え、はい。で、まあ、今日特集っていうか、まあ、そうですね、まあ、ちょっとね、こういうようなその短期の値動きももちろん重要なんですけど、まあ、やっぱり長期的にこう、安定して稼ぎたいっていうのであれば、まあ、緊急事態宣言が、もう昨日からちょっと発令されまして、まあ、大阪、東京もね、ね、ますますね、このオンライン需要っていうのはどん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 高まっていくっていうような状況になっています。まあ、その中でも、まあ、オンラインの需要は高まってるのはもちろんわかりますよね。ね、まあ、例えば今 YouTube とかみんなやってるわけで、ただ、私がちょっと、はい、狙ってるっていうのは、その先にね、ある市場っていうか、まあ、NFT もそうなんですけど、まあ、どういうような世界になっていくかっていうことが最も重要で、で、電通テックさんの、はい、記事で、はい、で、現実を超えたミラーワールド、メタバースが生み出す超感動体験の正体ってことで、
まあ、バーチャルリアリティの VR の先ってことで、まあ、まあ、それがミラーワールドっていうことでね。はい、まあ、次の、はい、Google はメタバースから生まれるっていうようなことで、はい、記事が書かれてますね。で、これはね、結構重要かなっていうふうに思ってます。まあ、ちょっとね、これは確定した未来とは言うわけじゃないんですけど、あのね、私も同じような見解でいていて、次の、はい、Google はメタバース関連事業から生まれると考えられているっていうことで、まあ、世界のテック企業はメタバースのプラットフォーマー、フォーマーになるべくしのぎを削っているっていう記載が、はい、メタバース事業で最も成功しているってことで、まあ、はい。まあ、そういうことで、はい、今ね、ちょっと、フォートナイトっていう、はい、ゲームのね、映像をね、ご覧いただいているわけですが、まあ、これご覧いただけば、これがね、メタバースで、はい、感じで、で、まあ、で、ちょっとね、今ご覧いただいてるのは、はい、例えばコスチュームとか、まあ、そういうのが売られてるわけですよ。で、これがですね、まあ、今ね、はい、将来的にこう、エンジンみたいな感じ、はい、例えばエンジンコインとか、まあこういうの見たら、長期的にこう上がって、NFT で上がっていくっていうことで言われてますけど、まあこういうような、その、ね、例えばコスチュームとか、まあそういうのが、要するにどん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 販売されて、今までは、NFT、NFT 以前には、要するに、Google の検索エンジンがあって、その中に、要するに、どん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 、その、人が集まって、要するに、コンテンツを販売す、作っていく人たちが、どん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 現れたわけじゃないですか。で、まあ、今後はですね、まあ、こういうような、フォートナイトみたいなプラットフォームが、でかい力を、はい。まあ、この中で、例えば、その、ダンスを売る人だ、ダンスのコンテンツを作る人だったり、まあ、そういうような感じで、どん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 お店が、コスチュームを作る人だったりとか、まあ、そういうような感じで、どん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 そういうようなコンテンツを販売していく人が、いっぱい出てくるのじゃないかっていうふうに思ってます。で、以前からずっと申し上げてるんですけど、アバターみたいなのが人、要するに、バーチャルヒューマンみたいなのが、どん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 生まれていって、で、バーチャルヒューマンに対して、要するに、まあ、ダンスを、のレッスンを教える人だったり、まあ、例えば、そのコスチュームを売る人だったり、まあ、そういう人が NFT 化されてとか、まあ、そういうような状況で、そういうような世界になっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、そういうような、結構、近未来、例えば、ご覧、いただいているようにですね、まあ、こういうような感じで、まあ、まあ、ダンスを踊ったりとか、まあ、そういうような感じで、なっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。まあ、これもね、SNS も結構、メタバース、結構、ゲームの中に取り込まれてるような感じがするような状況になってます。はい。まあ、そういうことで、はい。まあ、記事をご覧いただいたんですけど、まあ、こういうような感じで、SNS も結構、ゲームを SNS 化されてるような状況がありますので、まあ、そういうような未来を、はい、捉えていただければ、まあ、相場展望もそんなに難しくないかなっていうふうに思います。まあ、一番最も重要なのは、まあ、はい、リアルの世界、日経みたいな世界から、要するに BTC とか、まあ、そういうような、その、まあ、エンジンみたいな、要するに、クリプト市場にどん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 人とお金が流れてきてるっていうような動きをね、捉えていただければと思います。はい、最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。それはね、今日は月曜日ってことで、まあ、一週間頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。それでは、失礼します。さようなら。